日本一、例中国カタール W 杯、アジア最終予選、日代表は、現地時間7日、カタールワールドカップ、アジア最終予選で、中国代表と対戦し、1、0で勝ちを収めた。最終予選初勝利に導いた主将の吉、麻也が試合を振り返っている。今シーズンの、シューサッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1、月無料お試し実施中、初戦を落とした日本代にとっては、勝ち点3が必要な試合だった。序盤、ラ敵陣に押し込み、カウンターのチャンスを得なかった。最終ラインから攻撃を組み立てて、吉田は、決勝点を決めた、大迫勇也を称えると、もに、攻撃の狙いを明かしている。ジレズにしっかりと、サイドから崩すイメージを持って、どっかで、ワンタッチだったり裏をついたりといいところを意識してやりました。それができた、ふんとできなかった部分とあったと思うんで、けど、サコ、大波様がよく決めてくれたなと。ドン、チームでもあれだけ守ってたら、崩すのは勘、じゃないですし、ここぞという時に決めて、れるのは、やっぱりすごいなと。助かるなと思えました。日本代表は引いて守る中国から追加を奪うことができなかった。勝ち点3取りましけども、物足りないところもたくさんあった。1、0でギリギリだったので、もっといい展開で追点を重ねられるようにしたかったと、吉田は合わせを振り返っている。日本代表は10月にオース、ラリア代表、サウジアラビア代表との対戦を得ている。最終予選連勝スタートを切った両武との対戦を、次の10月のシリーズが、前半戦、鍵になると思ってますと、吉田は捉えて、勝ち点6を取らないといけないですし、正直僕は一敗もできない状況なので、残りの8試合全部、リを目指してやっていくとコメント。必ず巻き返したいと意気込みを語った。両。Yeah.